What's up? Welcome to my channel. どうも、海とりょうです。今回も、廉価版のレアタイトルの紹介動画っていう形でやっていきます、はい。今回で6回目かな。そうだね、はい。で、今回ちょっと情報を募集したいものが1点あって、はい、もし知ってる方がいらっしゃったらコメント欄か何かで教えていただけるとありがたいです。はい、お願いします。1本目はザ・麻雀落ち芸楽じゃん。このゲームは、現状レアってわけではないんだけど、同名タイトルがワンダースワンで出てて、それ高騰してて、で続編が PS2 にもあるんだけど、これも高騰してるんだよね。そうなの。だからなんかレアになりそうな気配のあるソフトではあるかなと思って今回取り上げたんだよね。はいはいはい。であと声優、この女の子すずめちゃんの声優が釘宮理恵っていう。そうなんだ。そうなんだよね。まあ、ゲームの内容としては、麻雀をモチーフにしたパズルゲーム、ね、まあ見たままだよね。そうそう、まあなんか落ちてきたそのジャンパイをいい感じに役を揃えていくと、で最後にこのルーレットでなんか役を決められるんだけど、ここでちゃんと当たんないと当たりに勝ちにならない、そうだね。そうそう、ちょっとね運が絡むんだよな。まあ、でも連鎖の回数によって当たる確率っていうのも変わってくるから、まあ、完全に運ゲーってわけでもないんだけどね。まあそうだね。次は両替パズル亡者。はい、このねヘクトから出てる本格派で1300シリーズっていうのはもしかしたら今回初めて紹介するのかなって感じなんだけど、はいはい、まあその廉価版シリーズの、まあ亡者だよね。亡者だね。ちなみに、タイトルの亡者なんだけど、正しくは亡者やで、やがでっかいらしいんだよ。あ、大文字っていうかさ、はいはい、だけどさ廉価版の方だとやがちっちゃくなってるんだよね。あ、そうなんだ。これ亡者豆知識ね。これ結構面白いよね。ねえ、面白い。マネーアイドルに似てるよね。まあでもこっちの方が先だけどね、マネーアイドルより。あ、そうなんだ。確かそうだよ。へえ。まああとあれだね。このさ、本格派で1300シリーズのソフト自体がさ、今あんまり見つけられなくてさ。あ、そうなの？なんかね、帯あるやつがあんまり残ってないんだよね。あ、そうなんだ。亡者はその中でも、まあまあ手に入りづらい方だと思うよ。へぇ。次は新生トイレの花子さん。はい、まあ、サクセスのスーパーライト1500シリーズの一本だね。結構さ、フルボイスだしさ、雰囲気もいいしさ、声優の演技もさ別に棒じゃないしさ、そうだよね。結構面白そうだよね、これね。面白そう、面白そうなんだけど、欠点があって、なんとセーブがないんだよね。ないんだよね。ノベルゲーなのにさ、セーブないってさ、結構致命的な気もするんだよね。結構きついよね。まあでもなんかなんていうの、時間そんなに長くないからさ、そこまで苦になんないかって言ったら苦になんないかもしれないね。まあそうなのかもね。なんかさ、90年代ってトイレの花子さん流行ってたよね。ああ、流行ってた流行ってた。アニメもあれば映画もあってさ、あったあった、まあ、ゲームもあると。どこ行っちゃったんだろうね花子さんって。今もいるのかな。今もどっかで暮らしてるのかね。トイレで。4本目は、はい、ディノクライシス、ディノクライシスってさ、なんか結構普通に売ってるからさ、廉価版って価値あんのって思うじゃん、意外とねないんだよ探すと。あ、そうなの。結構探したもん。へえ、で結果行き着いたのがこのフィフスアニバーサリーの限定ボックス。ほうほうほう。まあディノクライシスのソフトプラス特典映像がついてるっていう感じだよね。へえ、そっか。まあディノクライシスについて今更何を説明するんだっていう感じなんだよね。
ディノクライシスを端的に言うと何、うん、恐竜版バイオハザード。あー確かにね、うん、まあ、実際そんな感じだよね。そうだね、メーカーもカプコンだしね、うんうん、そうそう、うん、ディノクライシスってさ、逆転裁判と世界観つながってるの知ってる？え？そうなの？どうやって？逆転裁判4に出てくる、うん、ラミロワとアードマキトバーユっていうのが、うん、ボルジニア共和国から、うん、来てるんだよ。でボルジニア共和国っていうのがディノクライシスの舞台の国なのね。あ、そうなのか。最後はディノクライシス2。まあそりゃそうだよね、うん、さっきの限定ボックスの中に2も入ってたしね、うん、このディノクライシス2もね、うん、なかなか探すと見つからないんだよね。へえ、そうなの。なんならディノクライシスの1の方よりも、うん、まあ、遭遇率は低いんじゃないかなって思うんだよな。へえ、そうなんだ。でね、一つね、うん、このソフトには謎があってさ、うん、あのね、うん、廉価版の、うん、ディスク、うん、廉価版のパッケージと、うん、型番が違うのよ。うん、そうなの、うん、パッケージの方には、うん、SLPM87234 って書いてあるんだけど、うん、ディスク側は SLPM86627 って書いてあるんだよね。あ、違うんだ、うん、で、このディスク側に書いてあるのって、うん、通常版の番号なんだよ。へえ。だからね、俺が持ってるやつだけが、うん、なんか間違いで、あ、そう、ディスクが変なの入っちゃってるのかなって思ってたんだけど、うん、なんかね、どうもネットで画像を見る限り、うん、なんかね、ないんだよ。存在しないかもしれない、このパッケージの、番号とディスクが一致してるパターンっていうのが。あ、そうなの。もともと違うんだ。いろんなね、通販サイトとかを見たりとかしたんだけど、うん、なんか一個もね、ディスク側が正常な番号になってるやつを見つけることができなかったのね。へえ、謎だ。謎なんだよ。ちょっとこれね、なんか真相を知ってる人がいたら、うん、コメントでぜひ教えてほしいです。はい、お願いします。お願いします。チャンネル登録。お願いします。